細い瓶。おお。プルプル。I'm Aoi. Today's theme is tofu. 大豆。ソイビーン。にがり。ソルトフロームオーシャン。プルプル。ソイビーンプラスにがり。ポーン。トフ。Two types of tofu. キヌ and 木綿。木綿 and 木綿。おー、結構すんなり切れます。ちょっと水も出てきて、こんな感じです。あ、柔らかい、プルプルですね。では、開けてみます。ペラ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 。おー、結構プルプル。すごいお水が多い感じ、重い感じがします。食べたら柔らかそうです。レッツカット。飲めーん。おー、いっぱい水が出てきた。こっちの方が水の量が多いです。滴ってる。ダラダラ垂れてきます。なんかやっぱりさっきより少しこう表面が網目状にこう跡がついてます。なんか押した感じのプレスみたいな感じの。水がいっぱいバーって出たので、絹よりは軽いかな。では、お皿に乗せてみます。うわー、あ、でも硬い、やっぱり。はい、お、よいしょ。絹も乗せてみます。あ、あ、乗せられない。おこちらが木綿で、こちらが絹です。This is soy sauce made of soybean. では、かけてみます。よいしょ。おお、美味しそうな、もうソースの、ソースの醤油醤油の匂いがします。いただきます。木綿から食べてみます。大豆の味が結構します。大豆って感じです。で、歯ごたえも、うん、結構あるから、すぐお腹いっぱいになりそうです。絹豆腐いただきます。絹を切ってみます。木綿より味が薄いです。プルプルしてて、うん、本当にプリンみたい。口に入れたらすぐ溶けてサラーってなくなっちゃう感じがします。 Great!